ジュニア押し込んでいくフェードウェイ、決まりました。コーナーには長東がいました。そこは使わない。ショットクロックは3秒になる。2秒レイパークスジュニア、スリーポイント。レイパークスジュニア、パークス、エサトンが入ってきました。よくすり抜けましたね、今ね、はい、ディフェンス内だね。さすがですし、はい、こういうところもまたシュートの、ね、精度がどんどん上がってくるっていうこともあるので、はい、そして一気に走るビフォード。この走力を持ち合わせている島根です。強く行く、いや、肩ここ奪った。中東もう一度奪い返すいますが、今のシーン見られるでしょうかね、うん、ここ奪った後ですね、中東と、はい、ああそうですね、うん、多分それだと思います、はい、安藤の右、エサトンに入れます。レイパークスジュニア、パークス、パークス押し込んでいく。パークスすごい決め切りました。いいですね。小林、小林、パークス、パークスのデフォーチョッパー。なかなか追いつくの難しくなってくるので、ここをちょっと踏ん張りたいところですよね。まあ、ですから一つ目安になるのがこの第4クォーターのエンドワンです。オフィシャルタイムアウトまでにが生まれそうな状況にもなってきたの で、ね、はい、この次のディフェンスのところですよね。そこをちょっと頑張りたいですね。